シルウィアヌスの指輪ザバイン。現在では、ナショナルトラストが管理、所有しているリドニー公園内のオデンスの神殿跡シルウィアヌスの指輪あるいはザバインの指輪は、4世紀頃に作られたと見られる黄金製の指輪。帝政ローマの属州時代のブリテントで行われていた異教信仰の痕跡を残す遺物であり、また JRR トールキンが、 自身の創作の中に登場させた一つの指輪のモデルであった可能性のある品でもある。シルウィアヌスはこの指輪の本来の持ち主とされる人物の名であるが、この指輪に名前が刻印された人物、セニキアヌスに指輪を盗まれたと考えられる。シルウィアヌスの指輪は大部分の指輪より大きく、内径は2 5ト、mm、ル、重さはグラムである。この大きさから、 親指に手袋の上からはめるための指輪であると考えられている。指輪は十角形であり、ビーナスの横顔を彫った四角のベゼルが設けられている。ビーナスの横顔の後ろには、VE、前には NVS。すなわち、ビーナスと鏡文字で刻まれている。この指輪はおそらくインダイリングであり、印象としてもいた時ときは、 鏡文字のベンブスは正しい向きで印字される。指輪の外側には、死シ,ションバイいバスインでと刻印されているが、これはほぼ間違いなく、後から刻まれたものである。この刻印の文面は、セニキアヌスよ、そなたが神に生きんことをというキリスト教徒の一般的な英単表現を意味している。二種類の刻印はこの指輪に二人の所有者がいたことを示している。最初の所持者は、 ヒキリスト教徒であり、その次の所有者は、キリスト教徒であるセニキアヌスである。シルチェスター・ザ・バイン・リドニー指輪に関係する地、この指輪は1785年、ハンプシャー州シルチェスター付近の工作地で発見された。シルチェスターの起源は、ローマ帝国時代に遡るため、この他にも、数多くの考古学的発見がされる土地であった。その後、ハンプシャーに、 居所のザバインを構えていた中途家の所有物となった、後、現在はナショナルトラストが保有している。発見された指輪が、どのようにザバインにもたらされたのかは不明であるが、この指輪を見つけた農夫が当時ザバインを所有していた中途家に売ったものだと推定される。この根拠として、中途家が歴史や遺物に関心を抱いていたことが挙げられる。 1888年には当時指輪を所有していた中途家のシャロナーチュートがザバインの遠隔にこの指輪についても記している。19世紀初頭、ザバインから 130km 離れたリドニーにあるケルトの治療の神のデンスの神殿跡でズで図ン版、あるいはデフィキショとして知られる種類の鉛の名板が発見された。名板の碑文には次のような呪いの言葉が含まれていた。 ノーデンスの神殿跡で発見された、ズソバン、ディボの電池シルビアンブスアナルベムパーデドットディメディアム、パーテムダナベットの電池インタークバイブブスノメン、シニシャニーナリスパトミタスサンティトムドーニックパーフィラ、ベスコーブテンプルベムデンティス、神のデンス様に、シルビアノスが指輪を紛失しました。彼は、ノデンス様に、半分を捧げました。セニキアノスという名前を持つ、 物どものうちにの誰にも、そのものがのデンス様の神殿へとそれを持ち来たるまで、健康をお許しになりませんよう。後に、リドニーの史跡の発掘を指揮することになる考古学者、モーティマー・ホイーラーは1929年、指輪との呪いの板に共通して、セニキアヌスという名前が現れることに気がつき、二つのセニキアヌスの名を関連づけた。ホイーラーは、 オックスフォード大学の古英語の教授であったトールキンに呪いの板で言及されたノーデンスの名の語源の調査を依頼した。近年までこの指輪はザバインの図書館にしまい込まれていたためほとんど知られていなかったが、2013年4月にはこの指輪の展示会がザバインで行われ、初めて一般に公開された。 トールキン学会の協力のもとに設営された指輪の間の中には回転する展示ケースに収められたシルエアヌスの指輪、ホビットの冒険の初版、ズスワンのレプリカなどが展示された。トールキンの作品に登場する指輪、一つの指輪はホビットの冒険と指輪物語の中で重要な意味合いを持っている。トールキンのレジェンダリウムにおいて一つの指輪は冥王サウロンによって 中津国の住民を霊続させるために作られた。ホイーラーは中時計と懇意にしていたため、彼が呪いの板に刻まれたノーデンスの名について、トールキンと討論した際にシルエアノスの指輪についても言及したという仮説が立てられており、この指輪と呪いの組み合わせは、トールキンにコビットの冒険と指輪物語における一つの指輪の着想を与えた可能性が考えられる。 トールキンの作品の財源となったのは、ニーベルングの伝説群のような文献資料であると考えられてきたため、トールキン学会のリンフォレストヒルは、トールキンと呪いの秘文を結びつける物的証拠であるシルフィアノスの指輪が発見されたことに喜びを表明している。ノーデンス神殿が建てられた丘は、ドワーフの丘と呼ばれる、鉄器時代の取跡でもあり、こうした側面もまた、 トールキンの執筆に影響を及ぼしたと考えられている。ゲイジャー、ジョン・ジー、古代世界の図素版と呪縛呪文しない一教役、京都大学学術出版会2015年。ISBN 9兆7848億7698万8914。ありがとうございます。